ついにワールドカップも大一番を迎えました。決勝戦のキックオフまであと少し。決戦の時が迫っています。このまま EATV でご覧ください。いよいよ FIFA ワールドカップカタール大会も残すところ決勝のみとなりました。世界中のサッカーファンが注目するこの試合、実況は私西岡明彦、解説は元日本代表福西崇史さんで、ルサイルスタジアムからお送りします。世界王者の座をめぐる戦いもついに大一番。福西さん、会場のサポーターも興奮を抑えきれない様子ですね。すごい試合になりそうです。ついに決勝ですね。ここまでの厳しい戦いを勝ち上がってきたチームですから、どちらが王者になっても不思議ではありません。ワールドカップの優勝をかけた戦いのキックオフまであと少し。こうなるともう待ちきれませんね。日本のスターティングメンバーを見ていきましょう。冨安と吉田がセンターバックに、遠藤と森田が中盤の真ん中、前にフォワードを1人置いて攻撃を組み立てるようです。対戦チームのラインナップです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。FIFA ワールドカップ決勝戦前半のキックオフです。森田秀政、鎌田大地、長友佑都、ここで森田、遠藤、素晴らしいスルーパス、来た、先制点。 FIFA ワールドカップ決勝戦、ここでスコアに動きがありました。見事なカウンターからゴールが生まれました。積極的な仕掛けが功を奏しましたね。個人の力でゴールへと結びつけました。さあリスタートです。現在日本がリードしています。ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。遠藤航、日本がボールを前に運びます。いい連携です。絶好のチャンス、キーパー素晴らしいセーブを見せた。近距離からのシュートに見事に反応しましたね。ショートコーナーです。伊東純也、
狙ってましたか。カットします。ソン・フンミン、うまくボールを守っています。ボールを前に運びます。考えるまでもありませんでした。攻撃は失敗し相手ボールです。森田ゴール、ゴール。チームはリードを2点に広げます。優勝の2文字が見えてきました。豪快なシュートですね。ネットを突き破るかと思いました。走り込んだ味方にスルーパス、裏へ通った、キーパー止める。間一髪のところで素晴らしいセーブを見せてくれましたね。チームにとっても頼もしいでしょう。ボールが中央へ向かう。このクリアは小さい。まだピンチが続きそうです。1点返せるか。狙ってきた、決まった。これで1点差、同点まであと1点です。この失点は監督も一体何をしているんだと言いたくなるでしょうね。クリアするなら一旦外に出すか、大きく前に飛ばさないとダメでしょう。中途半端にクリアしたことで相手のチャンスになってしまいました。ボールを前に運んでいく。ソン・フンミンにリターン。ソン・フンミン、同点に追いつけるか。タックルでボールを取り返した。ソン・フンミン、森田秀政、さて前半終了の時間が近づいてきました。ここまで日本が僅差でリードしています。前半だけで2得点と攻撃はよく機能しています。とにかく今はこのリードを守って折り返すことに集中すべきでしょう。僅差ですから守りもおろそかにしないように気をつけたいですね。ドン、思いっきりのいいタックルですね。ボールをダッシュしました。シュート、決まった、ゴール。これで同点に追いつきました。決勝戦は振り出しに戻りましたね。追いついた側のサポーターも大喜びです。前半のうちに何とか追いつけましたね。この得点が後半の作戦に与える影響は大きいですよ。なんと同点。これは逆転も十分に考えられるでしょう。この
歓声はシュートを要求しています。おお、このゴールで先手を取りました。時間が少なくなるにつれて決勝のプレッシャーがかかってきます。できるだけリードして試合を進めるべきです。これだけ威力があるとたとえキーパーが触れたとしても弾き出すのは無理でしょう。すごいシュートでした。サイルスタジアムにホイッスルが響き渡ります。前半戦はここまで。ハーフタイムです。さあ後半のキックオフです。 FIFA ワールドカップ決勝戦、栄光をつかむのはどちらのチームでしょうか。ディフェンダーを抜いた。しかしもう一人ディフェンダーがいました。ソン・フンミン抜いた。周りを確認したい。目の前で打たれたシュートでしたがキーパーが止めました。よく反応しましたね。決まってもおかしくない場面でしたがナイスセーブです。ショートコーナーだ。ソン・フンミンしっかりとパスをつなぎます。じっくりチャンスを伺うもここでボールをロスト。さあスタジアムのテンションが上がります。うまくいきそうだったんですがディフェンスに阻まれました。ドーンボールを運んでいます。通っていれば決定的でしたがこのパスはキーパーがカット。イジェソン態度が空いています。コーナーキックになりました。ディフェンス側の選手に当たったようです。見事にリードを奪いました。別の角度からご覧ください。近くの味方を使います。ソン・フンミンシュートを狙う。絶好調ですね。このゴールでハットトリック。もう止まりません。ペナルティエリア内で相手がフィニッシュに至るまでの時間は与えすぎです。人数が足りなかったわけでもないのでああいう場面ではもっと早めに潰さないといけません。試合は振り出しに戻りました。これは惜しいシュートでしたね。わずかに枠を外れていました。交代選手がピッチの脇に待機しています。目の離せない試合になってきましたがデータを見てもかなりの攻め合いになっているのは明らかです。このまま最後まで競った試合を見せてほしいですね。日本がボールを失いました。イジェソンさあアタッキングサードにボールを運びます。何をしてくるんでしょうか。さあリードできるか。ゴールが決まった。
うして見ても見事なフィニッシュでしたね。ゴール付近からのシュートにはキーパーもノーチャンスでした。試合終盤でついに均衡が崩れました。果たしてこの1点が決勝点となるのでしょうか。ここでチームの動きが攻撃に切り替わる。さあかわしたぞ。危ない位置でしたがタックルでチームを救います。南野拓実、これが最後の攻撃かもしれません。時間がほとんどありません。よく見てボールをつなぎました。あっとここで相手ボールになります。カウンターのチャンスです。カウンターへの対応が遅れているようです。カウンターは阻止されました。相手にボールが渡ります。森田秀政、南野、前を向いてボールを運んでいきます。入れば同点となります。これはナイスセーブ。試合終盤決められていたら同点という場面でした。キーパーのチームを救うプレーでしたね。これでこのまま逃げ切れるんじゃないでしょうか。コーナーからエリア内へ、これは相手がクリアします。入れば同点ですが、入った。土壇場で試合を振り出しに戻すゴールが生まれました。このワールドカップを制するのはどちらのチームになるでしょうか。この失点シーンですが、ペナルティーエリアの中で相手を自由にさせすぎですよね。もっと早めに潰しておけば防げていたんじゃないでしょうか。これは監督も怒っていると思います。これでゲームは振り出しに戻りました。非常に見応えのある試合となっています。試合終了まであと1分です。もうあまり時間がありません。勝ち越すためにもこの攻撃をうまく生かしたいでしょうね。ドローとなって90分終了。この後延長戦へと入ります。延長戦前半のキックオフです。さあ前を向けるのか。しっかり潰す。カットします。ドリブルで進みます。味方を使います。決めた。ゴール。映像が来ました。このスルーパスは味方をよく見ていましたね。至近距離ですから落ち着いて合わせるだけでしたね。
点が多く入っています。お互いに攻撃的な打ち合いとなりました。このコースは読まれていたか。味方を使うでしょうか。いえ、攻撃はここまで。相手ボールになりました。アディショナルタイムは1分と表示されました。遠藤、森田、ここは大きなカットです。いい読みでしたね。延長戦後半スタートです。体を入れてボールを守っています。絶妙なパス、ゴール。これが2点目。この選手は調子を上げてきています。うまくフィニッシュまで持ち込んでいましたね。シュートを打った時点で勝負ありといったゴールシーンでした。鮮やかな同点ゴールでした。緊迫した好ゲームになっています。伊藤純也、ここで伊藤。残り時間あとわずか。日本はこの攻撃を勝ち越しゴールにつなげられるのか。入れば1点リード。これはチャンスか。来た、ゴール。これは決定的だ。チームは終盤でついに勝ち越し、ワールドカップの優勝に近づきました。プレーを見ましょう。いいクロスを上げてきましたね。そしてこのシュート、ディフェンダーのプレッシャーをものともしません。この選手は体幹が強いですね。このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね。これはちょっともうなさそうですね。さあ、相手陣内に入ってきました。試合終了まであとわずか。果たして同点に追いつけるのか。アディショナルタイムに1分加えられます。タッチの差ですがオフサイドです。試合終了です。この大歓声が聞こえますでしょうか。FIFA ワールドカップカタール大会決勝という舞台でチームは見事優勝に輝きました。福西さん、ついに世界一の座を手にしましたね。はい、ようやくですね。1ヶ月に及ぶ戦いで選手たちは全ての力を出し尽くしていました。一つ一つ勝利を重ねてようやく頂点に到達したんです。これは究極の勝利、そしてこれ以上の名誉はありません。
このワールドカップでの優勝を世界中のチームが夢見ていました。あれだけあった代表チームがふるいにかけられ、最後に残ったチームが今究極の栄光に輝きます。さあ優勝トロフィーに選手が集まり、それを手に取って今高く掲げました。彼らが新たなワールドカップ王者です。福西さん、本当に優勝にふさわしいチームでしたね。はい、これだけのチームを作り上げた監督の手腕も大したものです。今思えば勝つべくして勝ったということなんでしょう。しかし本当に嬉しそうですね。